はい、こんにちは、とくりきです。今日はですね、以前もご紹介したんですけど、スカイハイさんが日経クロストレンドフォーラムで、ビジネス視点の、これからのその音楽ビジネスとかアーティストについて語った動画を前ありますよっていうのを紹介したんですけど、その動画はもうアーカイブ消えちゃったんですけど、日経クロストレンドの方に、それの書き起こしの記事も、ほぼ全文起こしなんじゃないかな。記事が上がってるんで、ちょっとそれご紹介したいなと思ってます。なんか面白いなと思ったら、やっぱ動画は動画で僕フルで実は2回見たんですけど、やっぱりこうやって記事にまとめてもらうと、印象に残るところちょっとまた変わるんですよね。で、今回ちょっと改めて自分でも整理しておきたかったのが、後編の記事を日経クロストレンドさんの記事のタイトルでは、スカイハイ、今の音楽ビジネス、独占ではなくつながりが重要っていうタイトルをつけられて、ああ、なるほどなと思ったんですよね。独占する時代じゃないみたいなのを言ってるのは印象に残ってたんですけど、独占ではなくつながりっていう文脈では、そのイベントの動画を見た時あんまり受け止めてなくて、でも確かに、文字で振り返ると、確かにそうおっしゃってんですよね。結構、スカイハイさん、日高さんの喋り方が結構、みんなに楽しんでもらおうとする話し方をするから、楽しみながらスーッと聞き流しちゃってた部分があったなっていうのが今回のポイントなんですけど、スカイハイさんのコメントを読み上げると、一つの権利や利益を独占することが成功だった時代があったと思うんですが、これからは横のつながりを持ってみんなで頑張ることが大事な気がしますね。これをクロストレンドの編集の方が、独占ではなくつながりっていう。もう確かにそうだなっていうのは、音楽ビジネスだけじゃないと思うんですよね。その音楽ビジネスだけの文脈で言うと、なんとなくその想像するものが狭くなっちゃう気がしていて、でも、これ、多分インターネットとか SNS の、せいでというか、おかげで、そうなったんだと思うんですよね。これは僕も SNS 活用の話をするときによくする話なんですけど、昔はやっぱり、俺は秘密を持ってるよっつって黙ってる人がやっぱ強かったと思うんですよね。僕は NTT 出身なんで、NTT で典型的なのは、やたらと人事情報を早く知っている人っていうのが、やっぱりなんとなくこう、力があったんですよね。力があったっていうか、なんかその、強い人っていうイメージで、それこそタバコ部屋にいると、そういう人の噂話を聞くみたいな、結構コミュニティとして出来上がってた感じですけど、やっぱりその機密情報にしても、やっぱり私は知ってますと。でも黙ってるんですっていうふうにやることによって、その教えてくださいって人が寄ってくるのを、ハブになってたと思うんですけど、やっぱり、ネットと SNS のせいでやっぱ情報量が爆発してしまった結果、黙ってると黙ってるから周りに分かんないから伝わらないっていう構造になっちゃってるんだと思うんですよね。で、今はやっぱりガンガン言っちゃった方が、人はなんかどうもこれに詳しいっぽいと思って聞きに来てくれると、また聞きに来てくれた人から情報を得ることができるみたいな、僕が典型的なそのパターンですけど、僕の場合には別にそのメタバースとか、Web3 とか全然本業とは関係ないんですけど、自分で記事を書いて、何かしら発信するといろんな人がいろんなことを教えてくれるんで、別にそんなに詳しくないんだけども、なぜかそのメタバースに詳しい人っていうふうにメディアに呼ばれちゃうみたいなことが起こっちゃうっていう、これは、スカイハイさんが言うところの、独占からつながりへっていう流れは、実は音楽だけじゃなくて、本当にいろんなところで起こってるなと思ってですね、やっぱりデジタルマーケティングの世界とかも、昔ウェブ担当者、ウェブ研ですね。ウェブ担当者研究、ウェブ研究会、ウェブ広告研究会か。今、デジタルマーケティング研究機構って名前になってますけど、そこも、そのデジタルの担当者、ウェブの担当者の人たちが、企業間で相談し合う仕組みを作って、それが今、広告主協会の下の大きな団体になってるんですけど、これもやっぱり従来のマーケティングとかそういうその宣伝広報のノウハウって各企業の秘伝のタレみたいなもので、普通社外には言わなかったんですよね。でもウェブ担当者はもう会社の中に相談する相手が全然いないから、
外のつながりを作って、お互いにノウハウを共有し合ってってやったんですけど、やっぱその方がみんな伸びるんですよね。狭い意味でのライバルは敵っていうふうに考える考え方自体がやっぱ古くなってるなっていうのをちょっと改めて、まあ、すみません、僕はスカイライツさんに影響を受けすぎってなるんですけど、アーティスト側の人にこれ言われると、ああ、そうだよなって、すごいなんか腹落ちしたっていうか。で、しかもそこの続きがあるんですよね。この、まあ、いわゆる独占よりもつながりが大事っていうのは、当然その、まあ、いわゆるなんか音楽の権利とか、その肖像権みたいなのをこう出しすぎずにもっと使ってもらうみたいな文脈の K-POP のプロモーション的なもの。従来のジャニーズ的なその何もかも使っちゃダメっていうんではなくて、K-POP 的なファンもどんどん使ってくださいっていうものっていう流れから、そのつながりを持ってみんなで頑張るってファンにも応援してもらうって文脈だけじゃなくて、その時スカイハーさんが言ってたのは、韓国では BTS が世界的な名前ののし方をされています。彼らは急に大ヒットしたかのように思われがちだけれども、K-POP は88年にデビューしたシーンはから東方神起、ビッグバン、BTS、NCT、ストレイキッズなどへと切磋琢磨し合いながらバトンをつないでいっているっていう。それこそユニティみたいなことがないと。経済も自由競争がなかったら発展しないじゃないですか。だからユナイトとフリーダムも重要だと思いますねとおっしゃったんですよね。だから、ここで言っているやっぱりその、つながりって、そのファンとのつながりだけじゃないですよね。その業界の中でのつながりとか、まあ、ライバルとの切磋琢磨とかも含めてのつながりだと思うんですよね。まあ、実際BMSG グループって今回9月から新章突入っていうので、このね、すごい象徴的なのが、BE:FIRST、スカイハイさんがやったオーディションの THEFIRST って、オーディションなんで、普通は落ちた人って、もう二度と会わないどころか、どっちかってその敵になったり、その恨みを持ってしまう構造に、やっぱりオーディションって結構なりがちだったと思うんですけど、これね、BMSG オールスターズの動画見ていただくと、この THEFIRST を見てた人からするとしみじみしちゃうと思うんですけど、オーディションで落選したメンバーも普通に出てるんですよね。BMSG オールスターズ入ってるんですよ。昔も、その、やれ、モーニング娘。は最初のオーディションで1位に負けた人たちとか、エグザイルは実はそのケミストリーにオーディションで負けた人たちが中心とかってあるんですけど、同じ会社の同じ MV にみんなが出ちゃうっていうね。まあ、これ、ワンピースですよね。その敵がどんどん味方になっていくみたいなのは。なんかこの辺の世界観っていうのもやっぱり変わってるんだろうな。まあ、敵が味方になっていくのはこれジャンプでよくある。まあ、ドラゴンボールから脈々と続く流れではあるんですけど、なんかそこら辺がやっぱり SNS によって変わってるんだろうな、みたいなのをちょっと、このスカイハイさんの前後編のインタビューを読むと、ビジネス側の人にも結構刺激になると思うので、おすすめですというお話でした。はい。感想とかフィードバックとか情報提供とか、ぜひツイッターコメントでいただけると幸いです。ありがとうございます。